問題文を読んでいきます。デルタ血栓された酸素誘導器があります。高速試験を実施すると下表が得られました。 Y 血栓にして 220V の酸素電源に接続した時の始動電流を求めてください。高速と言っているので N が0になります。N が0の時、滑りは1になります。滑り S の公式に代入してあげると分かります。酸素誘導器1層分の透過回路どのような風になっているかというと、このようになっていますが、負荷抵抗 S が1の場合、0になります。こちらについてもどのようになるかというと、こちらの式にですね、代入すると求められるようになっています。そうすると今、線管電圧 V と、線電流が分かっているので、ここに流れる電流はルート3分の S、 線電流があるとすると、ここを総まとめにしてのインピーダンスとして考えてあげると、このインピーダンスは線管電圧があることのルート3分の線電流によって求めることができます。そうするとインピーダンス8と分かります。続いて Y 血栓に切り替えると、こちらもですね、始動するときにと言っているので、N イコール0、S イコール1の考えが適用でき、負荷側の抵抗も0となるので、同じインピーダンスとして考えることができます。そうすると回路はスター血栓されている状態になって、ここに 220V をかけると言っているので、この電流というのは、ルート3分の220割ることの8によって計算することができます。そうすると、この答えが 15.3 と分かります。本当はここ 8.3 ぐらいです。それで1番が分かります。まあ、今回ですね、このまとめて全部一つとして考えるところですね。まあ、この考え方が難しいのと、デルタ血栓の電圧と抵抗と電流の関係式、この辺も問われてきて、高速している、始動しているっていうところから、負荷抵抗がゼロになるっていうところまでの3種類の知識を同時に問われているので、難しい問題かなと思います。はい、以上で終わります。